中年はタッキーです。花粉症とね、黄砂の影響で結構苦しんでます。まあ、くしゃみとかは少ないんですけど、薬を飲んでるんですね。抗アレルギー用の薬を飲んでて結構疲れやすくなってます。もうバテバテって感じなんですけど、まあそんなこと言ってられないんで、とりあえず動画作っていってるんですけどね。今日はね、このカメラで写真を撮ってきました。結構時間かかったんですけどね。これオリンパスペン FT ですね。ハーフカメラの、まあ、パイオニアというか、王様というかね、一眼レフのハーフカメラになってます。で、今回使用したフィルムはね、カラーネガ、富士フィルムの C200 っていうね、先日ね、もう販売終了が発表されてしまったフィルムなんですけど、おたきはまだ在庫を持っているのでね、それを使って撮影してきました。リコーオートハーフとのね、比較をしていきますので、こうご期待ということでね、コストがかからないハーフカメラ、フィルム代がねかからないということで今注目されておりますが、果たしてカラーネガで撮ったらどんな写りだったのか、ここから動画を作っていこうと思います。それではスタート。はい、今回ね使ったこのオリンパスペン FT なんですけどね、発売されたのは1966年、昭和41年10月ということですね。その以前にねオリンパスペン F というモデルが出ておったんですが、それは露出系を内蔵してなかったのと、ダブルアクションの巻き上げということでね、それを改善してきたモデルになりますね。まあ露出系、TTL 露出系を搭載して巻き上げはシングルアクションになってます。1回巻いただけでシャッターが綺麗になってますね。その他はね特に変わんないと思います。ハーフカメラの一眼レフカメラということなんですけどね、まあ、一眼レフということでどうしても構造がちょっと長くなってしまうので、フィルムが多少無駄に消費されることは消費されますが、それでもねハーフ、2倍の数取れるということでね、コスト的に安くなってます。最初からついてるレンズはね、オリンパス F 随行オート S38mmF1.8 というレンズになりますね。で、これがね、大半だと思うんですけども、他にもね、いろいろレンズあることはあるんですが、希少価値が出てしまって、ものすごい高値になってます。このレンズだけは比較的数があるんですけど、まあ、それでもそこそこ高いかもしれないですね。で、ここのところのね、フィルムの、高騰で、ハーフカメラの人気が上がってまして、結構相場が上がっております。もう取り合いになってる感じで、ボディだけでもね、中古で1万以上、レンズも合わせると1万7、8000円ぐらいからになってくるかもしれませんが、シャッタースピードはね500分の1がマックスですね。500、250、125、60、30、15、8、4、2、1秒でバルブまでと装備されていますね。で、特徴的なのがロータリーシャッターを使っているということで、以前も紹介しましたが、ストロボに全速でシンクロします。500分の1でもねシンクロするんで、日中でのね、シンクロとか非常に有利だと思いますが、シンクロターミナルがありませんので、ストロボのシンクロのね、アタッチメントとか何かを購入する必要があると思います。はい、でこれでね、富士フィルム C200、以前はね本当にねすごく安くね売られてたフィルムでね、非常に残念なんですけどね、400円もしなかったんですよね。一時お店で売っても400円もしなかった。まあ、基本的にね逆輸入でしか手に入らなかったんですけども、それでもね安かったんですね。フィルムカラーネガフィルムとしてはねちょっとサイドが高い、若干サイドが高い仕様になっております。まあ、そんな感じでね今回、試写してきたんですけどね、ハーフで撮ってサイド高めの200のフィルム、まあ、200のフィルムということで流浄感は多少出るのかなと、まあ、予想するんですが、ここからは作例紹介になってまいります。はい、作例ですが、高サイドということもあるんですが、やや露出オーバーなのかな、この日中数枚は露出オーバーになってるっぽいですね。ちょっとモワッと感が広がっておりますが、落ち着いた感じで露出が合うと、このようにね非常にキレのいい写真になってます。これもフルサイズいらんですよね。ものすごいキレの良い写真になっております。太陽がレンズに入ってしまうと、このように豪快にねゴーストが発生します。で、この写真からなんですが、やっぱちょっ
とだけオーバーかな、ちょっとだけオーバー。シャッター速度がもしかしたら出てなかったかもしれないですね。レンズに光がこの写真は入ってしまいました。ちょっとこう、コントラストが落ちております。まあ、こちらもややオーバー気味ですね。で、こちらはね、近めに撮って後ろぼかした感じなんですけど、背景ぼけはご覧のようにね、開放でも非常に美しくなっております。解像度も高いし、青の伸びも比較的いい気がしますね。非常に良いカメラだと思います。解像度高いです。これが本当にハーフなのかということですね。あとね、まあ、ボケにくいハーフカメラといえ、近くに寄ったものを、撮るとしっかりこのようにね、絞り F8 ぐらいで絞ってもボケることができますね。まあ、38mm レンズということでね、ちょっと長めがついているのももちろん手伝っているのではないかと。はい、ハーフカメラでね、カラーネガーフィルムで撮って、まあ、オリンパスペン E シリーズとかね、ちょっとモワット感が出ることが多いんですが、これはね、特に、そういうのは気にならなかったんですね。むしろね、フルサイズかなっていうぐらいの、ほんとわからないっていうぐらいの解像度の高さ、解像度が高い、非常にコントラストが高い写真が撮れると思いました。これね、フィルムがね、高くなってるんで、このカメラを購入するのはね、全然ありだと思うんですけどね、かなり高騰しております。まあ高騰してるのはね、今から紹介するリコーオートハーフも同じなんですけど、リコーオートハーフはね、これはね、SE なんですけど、SE のね、発売時期ちょっとわかんなかったんですけどね、S はね、1965年、つまりペン FT が出る前の年に発売されたようですね。SE はもうちょっと後なんで、もしかしたら、オリンパスペン FT と同じぐらいの年、1966年ぐらいに発売されたかもしれません。で、価格なんですけど、このペン FT がね、39,800 円だったらしいんですが、オートハーフはね、13,800 円だったということで、まあ、3分の1の値段で買えるんですね。で、現状はね、実はね、あんま変わんないです。トントンです。どちらもね、メリットがあるということで、こちらはね、ハーフカメラとしては想像できないようなボケとかね、いろんな、写真を撮ることができる。で、オートハーフはね、なんで人気があるのかというと、とにかくデザインが可愛い、コンパクト、使いやすい、この辺なんだと思いますね。で、この2台をね、暴力的ではありますが比較していきます。固定焦点のオートハーフとね、一眼レフカメラのペン FT、 果たしてどのぐらいの絵の差が出るのか、興味深いではないでしょうか。ここからは比較動画になってまいります。はい、比較動画ですがね、1枚目がオリンパスペン FT、 2枚目がリコーオートハーフになっております。でね、フィルムがね、コダックと富士でね、オリンパス、これがオリンパスの、富士で、こちらが、リコードハーフのコダックということなんですけど、ややね、あったかい暖色系の色に触れてるのがわかると思います。コダックの特性がよく出てますね。この写真はね、あまり、気にならないというか差が出ないものになってます。で、これね、逆光なんですけどね、これリコードハーフの方が若干コントラストが、でもレンズに光が入ったのもあるんでしょうけど、これ1枚目がね、オリンパスペン FT ですか、2枚目のオートハーフ。オートハーフの方がキレが良いような気がするのは気のせいでしょうか。近くに寄って撮るのはもう完全にオートハーフの負けですね。まあ、固定焦点なんでこれはしょうがない。手前はボケてしまいます。で、この写真が注目ですね。こちらがオリンパスで、こちらがちょっとアンダーになってしまいましたけど、オートハーフも頑張ってるというかね、この写真もそうなんですけどね、オートハーフの方が色が乗ってるように見えますね。これフィルムの差のもあるのかなと思いますが、全体的に色が乗ってると思います。かなり色のりがいい、写真が多いと思いますね、オートハーフ。まあ、あのね、撮影する状況によってはね、これペン FT より、いい写真が撮れる可能性もあると思います。ただね、やっぱ寄れないというね、ところが非常に、苦しいところがある。背景ボケを出せないとか、そういうところは、まあちょっと苦しいものがあるんですけど、これ、この2台を比較して、もう感想としてはね、
まあ、スナップだったら全然オートハーフもありだなっていう感じですね。もちろんね、そのボケを作ったり自由度が高いのは、オリンパスペン FT になるんですけども、パシャパシャ撮ってね、簡単に撮ってスナップをバンバン、取り歩くお散歩っていうね、お散歩写真とかするのはね、オートハーフ全然いいと思います。で、何よりもね、もうこっちはね、ハーフカメラとしてはちょっとデカすぎるんで、気軽に撮れるオートハーフを選ぶっていうのも全然ありじゃないかなと思いますね。悩んでる方、ちょっと悩ませる、余計に悩ませるような動画になってしまうかもしれませんが、この2台ね、コーツ付けがたいと言った方がいいと思います。もうハーフカメラいろいろあるんですけどもね、特に機能が全て生きていれば、オートハーフは相当気軽にね、撮れていいカメラなんだと思いますね。難しいことがわからない方はオートハーフ、マニアックに撮りたいんだったらペン FT というところですかね。はい、今日のね、比較動画というか、紹介動画この辺になっていきますね。どうやった、皆様どう感じましたかね。どちらが欲しいのか、まあもうすでに持ってる方も多いと思いますけども、どちらのカメラも結構高値になってきております。あと、どちらのカメラも比較的トラブルは出やすいカメラになると思いますので、できればねメンテナンス済みを買うのがおすすめですね。どちらもね、ほぼフル機械式、オートハーフはねちょっとセレンが入りますけど、ほぼ機械式になるんで、メンテナンスしている方が安心だと思います。で、どちらのカメラもね非常にメンテナンスは難しいものになっていると思います。素人が手を出すべきではないとオタッキーは考えますね。というわけで、オタッキーもね、オートハーフはねちょっと側だけ外しましたけど、それはねシャッタースピードを固定するためのものだったんですが、実はね、素人さんはねあまり手を出さない方がいいと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね視聴者様の作品特攻のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは草井光子さんですね。お疲れ様です。前回アリスタ AD ウルトラ400、撮影感度400 SPD で水現像という手法を使って投稿させていただいたのですが、大変苦労した割にはあまり効果がなかったので、今回は他の現像液ではよくやっている2億式現像法で処理してみました。使用カメラ、ニコン F2 AI ニコル4386、露出の欠点にはミノルタ入射光式露出計を使用、撮影感度400、撮影時は良い天気の中、朝もやの残る柔らかい光でした。第一現像 SPD 現役 21.5 度4分45秒通常現像、第二現像はホーサアルカリ浴 21.5 度9分、薬液注入後15秒拡散、その後放置、以後通常処理を行っています。エプソン GTX900 の自動スキャナー機能でデータ化しています。ネガの仕上がり濃度は第一現像の現像時間で調整、2億目の現像時間は短いと効果が薄かったです。水現像で3回現像して2週間経過した SPD を使用しているので、効果はそれなりにしか出ていないかもしれません。シャドウ部のディテールが出ると言われる現像方法ですが、ある程度の効果はあったのかな。それでは現場からは以上ですということで、ね、作品なんですけどもね、これコントラストが高めのまま比較比較的ディテールを出すことに成功していると思いますね。倉庫の左奥、あと手前のね右下、非常にディテールが出てると思いますね。2枚目がよくわかるんですがね、トンネルの中のね、シャドウ部、これシャドウ部かなり暗くなるんですが、4段ぐらいは暗くなると思う。出てますね、結構出てると思います。で、3枚目の方なんですけど、3枚目はね本当にね、葉っぱの奥の方までディテールが出てるのがよくわかると思います。ただね、この現像結構大変ですね。これをやろうっていう気にはちょっと僕はならないですが、かなりエキスパートな草井光子さんの、2億式現像ということで、アリスタエリウルトラ400を、見事にね、ディテールを出すことに成功していますね。はい、投稿ありがとうございます。次は一都市九さんの作品ですね。1枚目が木漏れ日、ニコン F フォトミック、オート 50mmF1.4、アグファ APX100。2枚目は免許センター、ニコン F フォトミック、オート 50mmF1.4、アグファ APX100。2枚目はね、スキャン失敗例ということで、かっこ笑いということなんですけどね。1枚目からいきますがね、これね、葉っ
葉の中でこれこうなってる、これクロスフィルター入ってるように見えるんですけど、多分クロスフィルター入ってますよね。違うかな、他のところの光はクロスになってないかな。ちょっとねコントラストは落ちていますが、面白い写真になってると思います。で2枚目なんですけどね、これ免許センターのね更新受付窓口のところを撮ってるんですが、これ右側にねコマのね境界線が出て、違う写真がもう入ってきております。結構ねオタッキーもねイライラすることがありますね。スキャナーでねそのコマが綺麗に分かれないことがあるんですけども、これをね分かれないときはね、フィルムの前後の余白とかをね綺麗に揃える、どっちかに揃えるとかね、工夫してからもう一遍スキャンすると治ることが多いみたいですが、どうしても治らないときもありますまあまあその例ということでね、フィルムスキャナー使わない人には何のこっちゃっていうことはなんでしょうけどね、一田茂さんありがとうございます。次がねスレイヤーさんの投稿ですね。おたけさんこんばんは。今回も懲りずに作品投稿させていただきます。最近ここの投稿にハマってるのでご勘弁を。前回に続き組写真でお願いします。タイトルは油香る万伝光というのがでお願いします。撮影機材はニコン F6 レンズ 2470F2.8G、 フィルムはシネスティル 50D です。このフィルム高いですが B&G フォトからまとめて買ってますので国内より少しは安くなります。とてもいい発色で強いハイライト部が赤く染まるところが気に入ってます。また黄色が強く被るので少しだけ補正をかけるとすっきりした印象になります。おたきさんの実家の近所ということで親近感がさらに湧きました。それこれからもよろしくお願いしますということですね。作品なんですけどね、これはね、機関車か何かの設備なのかな、2枚目なんですけどもね、このフィルムのね、ディテールが綺麗に出ていますし、かなりねいい感じの色に映ってると思いますね。3枚目、これ何の機械なんだろうな、なんか蒸気機関であることは間違いないと思います。ロープの速度1分間に 270m、 蒸気機関車の一部なのかな。僕もちょっとこの写真がね、何なのか実はわからないんですがね、タイトルがらしで油香る万伝光ということなんで、なんだろうな、これちょっと調べなきゃわかんないけども、一回ね、シネスティルね、50D ということで、僕は使ったことないんですけどもね、非常に高額なフィルムではあるんですがね、シネスティルということで、映画関係のね、フィルムになってくると思うんですけどもね、ディテールがしっかり出ていますね。シネスティルシリーズはね、800とかもあるんですけど、やはりディテールがね、感度の割にはかなりディテールが出るフィルムというイメージがありますね。はい、スレイヤーさんありがとうございます。次はねトマトさんの投稿ですね。はじめましてトマトと言います。今回は初めて作品投稿させていただきます。1枚目は錆びたトロッコです。撮影機材はコニカパール2イルフォード FP4 プラス、自家現像。2枚目は桜の影ニコン F224mmF2.8 イルフォード FP4 プラスです。フィルム好きのカメラ女子です。これからもフィルムで撮り続けていきたいので、布教活動頑張ってくださいということで、1枚目からですね。錆びたトロッコということで、これ、パール2でここまで撮れるんだな。素晴らしい。これね、ちょっと、いい感じのスナップ写真ということで、タイトル画面にしていこうと思います。2枚目もね、光と影で遊んでて面白いと思いますね。モノクロ写真ね、こういう写真が絵になるんだな。よくわかっておられます。トマトさん、今後も投稿よろしくお願いします。はい、そんなわけで、作品投稿のコーナー今日はここまで。次のコーナーは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはキャラブキさんの俺のカメラですね。こんばんは、俺のカメラのコーナー投稿します。今回のカメラはキャノン QF1 です。覚えてらっしゃいますでしょうか。1年ほど前に教えておたけさんのコーナーにてオーバーホールをお勧めされた後幕不良の F1 を、半年の時を経てようやく手元に帰ってきました。カラーネがモノクロともに取り終わり、ただいま現像待ちです。上がり次第作品投稿のコーナーで投稿させていただきます。オーバーホールされたカメラは初めて使いますが、やっぱり全然違うんですね。そうなんですよね。よろしくお願いしますということなんですけどね、作品なんですけどね、これ結構狙ってますね。かなり狙ってる。タイトル画面にしましょうかね。しゃあがないな
オーバーホールのね、個体ということで、僕もね、旧 F1 はね、オーバーホール済みの個体を持っております。オーバーホール、カメラはね、ちゃんとオーバーホールに出したのは、実はね、それが初めてだったりするんですけどね、オーバーホールに出すお金がない人なんでね、やっぱね、その感触がもう全然変わってきますし、安心感も違います。大事なカメラ、ここぞというカメラはね、オーバーホールに出して、長く使うというのは全然ありなんじゃないかと思いますね。で、もしかしたらね、職人さんがどんどん減っていってる現状なんで、できなくなる可能性もありますので、このカメラね、もう大事だなとか、長いこと使いたいなっていうカメラはね、今のうちにオーバーホールに出すのもありかもしれません。一度オーバーホールに出すとね、フルメカカメラとかだったら20年ぐらい平気で、そのまま使えたりしますので、全然安いと思います。はい、今日の動画はねこんな感じで、終わっていきます。いかがだったでしょうか。で、次の動画なんですけどもね、キヤノン A1 でちょっと写真撮ってきたんですね。使ったフィルムっていうのが、アグファ APX400 とコダックの WX なんですね。これ同じようなレンズで、同じような、完全に同じレンズじゃないですけど、同じようなレンズでね、同じ感度で撮ってきてます。比較動画になるんですけども、動画のネタとしては苦しくなっていくので一本ずつ動画を作っていこうと思います。なんせね、ちょっと、コスト的にね結構苦しんでおります。自転車操業のオタ、中年オタッキーの、チャンネルですがね、頑張ってね、お金をなんとかね回していかなきゃいけないなと、コスト的に苦しんでるんでね、まあそんなわけでね、来週になりますが、キヤノン A1 でね、モノクロフィルムで撮ってきた、写真を紹介していこうと思います。はい、今日の動画はねこんな感じで終わっていきます。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。高評価コメントの方もねどしどしいただけたらと思いますね。あとね、作品投稿のコーナーとかね、俺のカメラのコーナーもうちょっと待っておられますが、あとやったやっちまったコーナーとかね、いろんなコーナーがありますんで、どんどん投稿してくださいね。僕の動画はね、皆様と一緒に作っていってるような感じになっておりますので、作品投稿のコーナーをね、どんどんね充実させていこうと思ってます。それでみんなでねスキルアップしていけたら嬉しいと思いますね。あとオタッキーのね、英語字幕付きチャンネルの方も好調に推移しておりますので、またねまだチャンネル登録されてない方はね、ぜひとも、この説明欄の方にリンク貼っておりますので、そちらから飛んでいただいたら、いいと思います。はい、動画は最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、ギアよ、さよなら。